はい、では早速なんですが、一つ目の質問をさせていただきたいと思います。はいはい、まずですね、今回市長選、立候補予定ということで、これからの択をどうしていこうかというその思いをお聞かせください。今お話をしたように、いろんな人脈とか関係、はい、信頼関係を作ってきていますので、これをフル稼働して、はい、今までにはない新しい進展、発展をですね、ぜひ作っていかなきゃいけないし、まあ、それが私の使命だろうというふうに強く思っています。はい、これは単純に今の町の経済の発展、教育の充実、福祉をもっと良くする、まあ、いろんなテーマがあるんですね。これはしっかりやっていきます。教育だと小中一貫教育をスタートさせたので、これをより良くしていくとか、福祉とか健康だったら100歳に生きる時代になってきましたから、その医療を良くしていくとかいうことは当然していきますけども、その宅で改革できることを踏まえてですね、日本全国にやっていけるようなことを発信していける、そんな努力をぜひしていきたいというふうに思っています。そういう意味でも宅の具体的な問題を一つ一つ解決する努力をですね、市民の皆さんと一緒にやっていきたいな、ぜひ皆さんのお力も借りたいなというふうに思っています。わかりました、ありがとうございます。はい、